まずは力を示すことよ。難しいことじゃないでしょう。ミドガルオートにおいてガンマ率いるルーナ商会は商会株の既存事業を引き継いでの貴族向け服飾流通に加え、新事業マグロナルドの露店をオートの複数地点で展開。この新事業が極めて順調に推移し、ガーデンの収入は増加の一途をたどっています。1ヶ月に2500万ゼニーの純利益、服飾事業のみだった400万ゼニーの頃と比較すると、この時点ですでに驚異的な伸び率ね。この利益をマグロナルドの拡大につぎ込むのではなく、服飾事業の補強に回して将来的に貴族の大口顧客も狙う。こうして名を売りに行く判断もガンマらしい采配ね。貴族向けの新服飾の制作も大詰めに入っていて、来季明けには一部のおしゃれな貴族を対象に紳士服を納品予定とのことです。ベータ、何か考え事？いえ、その少しだけ。よかったら話してもらえるかしら。話しにくいことならもちろん無理にとは言わないけど。アルファ様、その、みんな活躍しているのに、私は割と地道な事務作業ばかりしているなって。もちろんこれも大切な仕事だとは分かっていますし、自分でもそういう地道なことが得意だというのもちゃんと分かっているつもりなんですけど。ガンマやゼータやイータが自分の得意分野で結果を出していることに焦っているのね。はい。それならベータにおあつらい向きの仕事があるの。ちょっと難しいかもしれないけど、どうかしら。内容にもよります。自信ない？ああ、その戦いだってちゃんとできます。昔は苦手でしたけど、今の私ならそれなりには。大丈夫よ。あなたに頼むのは戦うことや探ることとは異なる仕事だから。ああ、そうですよね。そもそも純粋な戦いの実力を求めているなら最初からデルタに頼むでしょうし。そういうこと。それに自分の得意なことや強みを自分でちゃんと分かっているベータにだからこそ今回の仕事を頼めるということでもあるのよ。それでアルファ様、私向けの仕事というのは。聖地リンドブルムにおける新たな情報源の確保。この町にはミドガル王国最古の情報ギルド、読み日新聞会の本社が存在している。私の仕事はガーデンの存在を感づかせることなく、この読み日新聞会の情報収集力と過去の記録を自由に参照できるような足がかりを作り上げること。これは無茶ぶりですよ、アルファ様。大丈夫、あなたならやれるわ。じゃないですよ。他の人も自分と同じように仕事ができるなんてのは、何でもできる人にありがちな勘違いの思い込みですよ。どうも、独り言でわめいてみたって状況が変わるわけでもないのに、何やってるんだろう私。とりあえず今の私やシャドウガーデンが読み日新聞会に対して取れる手段から整理しないと。そのためにこうして現地まで来たんだから。読み日は歴史の長い新聞会で
設立当時から王国政治に対しては中立の立場を一貫して通している。そしてゼータの情報によればディアボロス教団との関係は全く存在していない。そんな少なからず影響力のある新聞界に対する情報収集、それも力ずくの方法や情報とは異なるやり方、身分を隠して記者見習いとかで新聞界に入り込むにしてもガーデンの仕事がおろそかになっては無意味だし、自分の都合で好きな時に新聞界へ出入りできて好きな情報を引き出せる、そんな友好的な立場なんて、こうして街角のカフェで新聞を広げてるとなんだか自分がただの人になったような気分。このシチュエーション、これはこれで正体を偽って活動してるシャドウ様みたい。あ、もしかしてアルファ様は私が世を忍んでいる時のシャドウ様にも憧れていることを知ってて今回の仕事を考えすぎかな。読み日新聞会小説連載作家募集？連載作家、連載のペースってどのくらいなんだろう。作家か、まあ今回の任務に関係は、自分の都合で好きな時に新聞会へ出入りできて好きな情報を引き出せる、そんな身分。あれ、新聞界の連載作家ってそんな身分なのでは？連載作家なら新聞界への出入りは当然自由だろうし、資料の確認と称して過去の記録を閲覧できる可能性も高い。つまり関係してなくもない、というかむしろ理想形に近い。作家か、慣れたらきっと素敵なんだろうな。さあ行きましょう。足が止まっているようだけど、まさか怯えているわけじゃないわよね。アイリス様の強さは弟も認めていますから。君に合う。アルファ様、指示をくださいなのです。私が何とかするわ。ありがとうございます。ありがとうなのです。こちらから行かせて、少し本気を出して援護します。終わりだね。デルタの一撃、ありがとうございます。次のエヴァリアンターです。はい、アンリカバリーアップ、ありがとうございます。ありがとうなのです。ありがとうなのです。弱いやつは死ぬだけなのよ。デルタの一撃、相手にならない。デルタを倒そうなんて生意気なのです。さて、ありがとうございます。こんなものじゃないの。ここからよ。援護します。ごめんなさいね。デルタの一撃、こちらから行かせてもらおう。特別喜ぶことじゃない、当然の成果だもん。
大きなため息。はあ、ゼータ、いつからいたの？いつからって、ベータが部屋に入ってくる前から部屋の中にいたけど。それは失礼。新聞、そのページだけクタクタだ。あ、これは読み道新聞会、小説連載作家募集。ベータ、作家になりたいの？作家になるのってやっぱり難しいんでしょうかね。いきなり言われても何とも。さすがにそれは探ったことないから。あ、まあそれもそうですね。作家になれば読み日新聞会にも自由に出入りできるって狙い？まあそういうことでもあるんですけど、それだけでもないというか。ふん、やってみたいことならやってみればいいんじゃないかな。ゼータ、ちょうどあさってに聖地リンドブルムでマグロナルドが新聞会の取材を受ける。オートからの初進出となる新進気鋭の露店販売という題材でね。当然読み日新聞会の記者とか編集者とかもその場に現れるんじゃないかと思う。それって持ち込みや売り込みをするチャンス？そういうことだよね。来ちゃった。2日間じゃ完成原稿は無理だから、アイデアやプロットだけはとりあえずまとめてきたけど、いきなり話しかけて作家になりたいんです。アイデアやプロットを見てください。これってひょっとしなくても怪しい人というか迷惑な人なのでは？なんだか急に自信がなくなってきちゃいました。すみません、こちらで休憩してもよろしいでしょうか？あ、新聞会の記者さんですか？もちろん大丈夫ですので、どうぞどうぞ。それでは失礼して。マグロナルドすごいですね。なあ、私は臨時のスタッフみたいなものでして。あの記者さんは読み日新聞会の記者さんですよね？はい、こちらが名刺になります。ありがとうございます。すみません、私名刺とか用意していなくて。いえいえ、お気遣いなく。よろしければあなたのお名前をお伺いしても？夏目です。あの読み日新聞会って作家募集をしてると？していますけど。夏目さんは作家になりたいんですか？ねえ、まあ。なるほど。それでは何か連載できそうな物語とかありますか？その警戒なさるお気持ちはわかります。ネタを盗まれるというのは記者でもよくあることですから。ですがペン一本で身を立てようというのでしたら、誰かに実力と才能を見せないことには何も始まりませんよ。それは、それではアイデアだけですが。すごいですね。あなたの頭の中、まるで奇想の宝庫じゃないですか。そうでしょうか。ええ、紅頭巾にシンデレーラ。これまでにないどこか不思議な物語ですが。
普遍的な何かをうまく掴んでいる感じがします。文章は書ける？すぐにでも新聞会の編集者に取り継がなくちゃ。よろしいんですか？まだ作品だって送っていないのに。たとえデビュー前であろうと、有望な書き手には採用される前から編集がつくものよ。もともとそういう仕組みだから気にしなくても大丈夫。そうですか。それではどうぞよろしくお願いいたします。シャドウ様に教えていただいた影の H がまさかこんな形で役に立つなんて。感謝いたします、シャドウ様。まずは力を示すことよ。難しいことじゃないでしょ。どうでしょうか。そうですね、まず紅頭巾のプロットなんですが、この騙されておばあさんのことをワインと干し肉として食べてしまうシーンとか、あとここの着ている服を一枚一枚脱ぐシーンとか、さすがにちょっと過激すぎるので削除した方がいいかもしれません。そんな大事なところじゃないですか。そもそもシャドウ様に聞かせてくださった物語、一言一句全て省略なんてしたくないんですけど。私も個人的にはそう思っているんですが、新聞を読んでいる読者層がこれを読んだらちょっとびっくりしちゃうんじゃないかと思います。そうでなくても新聞上における過激な描写は王国からも正教からも目をつけられやすいですし、長年今の中立的状況を保っている新聞界としては、外部から小突かれるような隙を見せることは避けたいんです。あともう一つのプロット、こちらのスパイダーマンイーターのプロットなんですが、この主人公の乗り込む機械仕掛けの巨人の存在があまりに荒唐無稽でむちゃくちゃすぎる気がしますね。巨人が剣を投げたら相手が必ず死ぬのもなんだかちょっと強すぎな気がします。なあ、現実には実力者は即座に敵を葬るもの、そうまさしくシャドウ様のように。この編集者、人生経験が足りなすぎるんじゃないですか。そもそも巨人に乗り込まなくても主人公の能力だけで十分魅力的だと思いますし、他にも例えば身近な人、例えばおじさんとかが自分のミスで死んだりして、力には責任が伴うことを自覚するような要素を入れるとか。もういいです、夏目さん。ここで怒りに任せてこの状況を自ら台無しにしてしまったら、書き直してきます。ありがとうございます。慣れない作業で大変だと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。おのれー、あの編集者、私が売れっ子作家だったらあんなの即クビですよ。クビ各種、わめいたところでプロットが埋まるわけじゃない。だけどシャドウ様から聞かせていただいた影の英知たる物語、一言一句たりとも削りたくなんてない。でもプロットを通さないと新聞界に作家として潜り込めない。ああ、目的と手段が自分の中でもごっちゃになって、何もかもわからなくなってます。無意味な徹夜に無意味な考察、このままでは頭も精神も体も持ちません。せめて
明日くらいは何も考えずに休みを。あ、来週からのシャドウ様担当私じゃないですか。急いで準備しなくちゃ。ベータ、なんか心ここにあらずって感じ。え？いえ、その、なんでもないです。別に何かを尋ねたわけじゃないのに、なんでもない。これって、なんでもあったりしますって自分で言ってるようなものじゃないかな。シャドウ様、申し訳ございません。その、私今仕事の締め切りを抱えていて。仕事の締め切り？ああ、アルファが何か難しいことを頼んだりしてるのかな。ええ、あ、まあでも全然上手にできなくて。妥協したり飲み込めば済むことも多いのに、それも全然できなくて。ベータとしてはやり遂げたいんだ。自分で分からなくなってます。ふーん、まあベータの問題だし、僕がどうこう言うことでもないんだけど、僕だったらどうするにしてもとにかく悔いは残さないかな。シャドウ様、続ける、やめるにしても、終わらせる、終わらせないにしても、自分の意思で自分の手で選んで決断することが肝要だ。大事な決断を決して他者に流されるまま行うことなく、誤りや失敗につながったとしても自分の生き方を貫き続ける。すなわち我が物語の主人公はこの我自身ということだと、まあこれを言ってみたかっただけだったりするんだな。自分の物語の主人公は自分自身。シャドウ様の教えてくださった影の英知、それは私の物語は私が主人公だということ。私は、ベータはシャドウ様のお役に立ちたい。そしてそのシャドウ様の物語を余すところなく書き綴っていきたい。作家になりたいと思うのはきっとこの溢れる思いのため。私という物語の主人公の私は、シャドウ様という彼が主人公の彼の物語をずっとおそばで記し続けていきたい。あ、おお、これは創作意欲が湧き上がってきた。拝見させていただきました。夏目先生、これは素晴らしいプロットです。パッと見は冴えない、周りから期待されていないが特に絶望視もされていない、ただただ平凡な貴族の少年だが、そんな彼は本当は凄まじい実力を秘めた魔剣士で、特に終盤、部下の女の子たちと一緒にお姉さんを助けに行って秘めたる実力を解放、盗賊団を一方的に蹂躙して倒すシーンは圧倒的なカタルシスを構築していて見事です。この物語はこのラストで部下の女の子たちがさらなる目的のために旅立つシーンで終わりなんですか？ここから先の主人公たちの活躍を、編集としてはもちろん一読者としても知りたいくらいなんですが。続きはまだありません。彼と彼女たちの物語は私、夏目の物語と同じように始まったばかりなので。
さあ、行きましょう。足が止まっているようだけど、まさか怯えているわけじゃないわよね。本当にこの辺に秘密の入り口があるの？そもそも、その読み日新聞会の情報、信用できるの？イプシロン、なんだか最近私への当たりがトゲトゲしかありません。そんなことはないわ、気のせいよ。ならいいんですけど。新聞会の情報は信用に値しますし、参照もすべきです。というのも、ここ聖地リンドブルムは女神ベアトリクスを崇める聖教の聖地としてはもちろんのこと、豊富な水源を最大限に活用する貯水ダムが建設されてからは、ミドガルオートに次ぐ一大都市としても発展してきた場所です。その発展の過程において、聖地の上下水道は整備され、幾重もの水路が町中に通るようになっていき、結果それに付随して余人には把握しきれないほどに大小さまざまな地下施設の数も加速度的に増えていきました。で、その幾多もの施設の中から確実に当たりを、ディアボロス教団のアジトを見つけ出すとなると、しらみつぶしに探すのはあまりに非効率的ですから。確かに理屈としてはわかるわよ。だけど新聞会が教団とつながっている可能性だってゼロじゃないでしょ。それを言ってしまうと、さまざまな団体が大なり小なり、そもそも教団の影響下にあるとも言えてしまいますよね。ディアボロス教団が歴史の陰で今この時もさまざまな影響を各所に及ぼし続けている以上は、それはまあベータの言う通りね。ですが、影響下にありながらも距離を取ったり、うまく付き合っていたりと、各社の姿勢も千差万別です。そして読日新聞会も教団の情報をつかむことはあれど、記事として表に出すことは運営上においては皆無でしたが。まさか教団の情報そのものは残していたというの？資料室は即抹消されてもおかしくない情報の宝庫でした。教団の人間にバレようものならただでは済まないというのに。もちろん内部の人間でも簡単には見られないように厳重管理されてましたけど、この辺は造作もなかったです。資金的に可能であればすぐにでもガンマに新聞会の買収をさせたいほどですよ。ありました、これですね。この街灯の支柱を右にずらして下に引くと、これはディアボロス教団の秘密施設の入り口がということです。見張りに出ているゼータに合流の合図を。早速調査と殲滅を開始しましょう。わかったわ。お前らどこから？見張りも足りんでいるわね。外からは見えない空間をずっと見張り続ける、よほどの人間でなければ気持ちも緩むというものです。待って、この埃の中を何かが突き切ってる跡、車輪の轍だ。この先は階段じゃなくて下り坂になってるみたいだね。まさか悪魔月がここに運び込まれてるとか。都市内に悪魔月を回収する拠点を置くというのはかなり大胆ですけど、利便性の観点からは十分にありえます。もしかしたら悪魔月を救出できるかもしれません。イプシロンに来てもらって正解でしたね。まあ備えあれば嬉しいなって言うじゃない。
私がいれば解除だってスムーズにできるし。憂いなしでしょ。ここは二手に分かれましょう。イプシロンとゼータはこの輪立ちの後をたどってください。悪魔月を発見した場合はその保護と可能であれば解除をお願いします。私はこのアジト自体の調査を行いつつ、教団員を発見次第その数を減らしていきます。了解。分かったけど、ベータ一人で大丈夫なの？ええ、もちろん。それでは作戦開始。大丈夫よ。あなたに頼むのは戦うことや探ることとは異なる仕事だから。アルファ様はこう言ったけど、私の物語では私だって戦うんです。初めて剣を手にした頃は相手を殺すことが怖くて、いつでも怯えて震えてばかりの私だった。だけどもうあの頃の私じゃない。私は私の物語の未来を私自身の手でも切り開く。侵入者だと？遅いです。悟られず一方的に倒す。そう、影に潜み獲物を狩るように。めぼしい情報や記録はこちらの区画にはなさそうですね。イプシロンとゼータの方で何か回収できていればいいのですが。聖教の騎士にしては異様な被り物。この聖騎士、いや、そもそも本当に見た目通りの騎士なの？構えに迷いがまるでない。高度な戦闘訓練、それもかなり強度なものを受けている。最低限の魔力操作だけで巧みに受け流された。魔力の扱い方が教団の兵士とは決定的に違う。そこらの魔剣士とも違って展開と放出に無駄がない。少しでもコントロールが乱れれば魔力を帯びた攻撃に対して防御は紙のように薄っぺらくなってしまうというのに。敵も体の急所を的確に狙ってきている。まるで暗殺者のようですが。こいつ何者なんです？始まったみたいね。そろそろ私も動こうかしら。アルファ様、指示をくださいなのです。行くぞ。シャドウガーデンの前に立ちはだかる敵は全て排除するって決めてるの。あなたが救助した。こんなものじゃないの。ありがとうなのです。まだよ。普通に見えるのです。もっと近く。相手にならない。援護します。ごめんなさいね。リカバリーアタック。
少し本気を出して、デリタの一撃、終わりだな。やりすぎてしまったかしら。無駄がないということは、魔力の扱い自体に長けているということ。イプシロンほどの精密さはないけど、こちらの攻撃に完璧に対応してくる程度には精度がある。あこちらの攻撃を避けようとはしない。つまり相手が回避できない速度でこちらが攻撃できている。実力負けはしていない。だけど相手の巧妙な魔力防御をどう破れば。積極的には仕掛けてこない。あくまでこちらの隙を狙う守りの姿勢。そのせいでこちらから隙を伺うことも難しい。合流の合図を出して時間をかけてイプシロンとゼータの合流を待つ。いや、そもそも今の時点で相手に時間を稼がれている可能性もある。この聖騎士レベルの敵が複数人現れたら、決戦でこの魔力防御を崩すしかない。だけどどうやって。今の私が今以上の力で必殺の一撃を加えるには。シャドウ様、シャドウ様、そうだ、シャドウ様ならこういう状況の時どうするんだろう。まあ、こんなものかな。わあ、すごいです。火薬銃よりもスマートでかっこよくて、一体どうやったんですか。原理自体は単純だよ。スライムを親指サイズに切り取って丸めて、魔力を込めて、こうして狙いをつけて撃つべし。さすがシャドウ様、すごい魔力です。チッチッツィ、そうじゃないんだな、ベータ君。そうじゃない。確かに僕の魔力がすごいのは事実だけど、理屈としてはその魔力を点に集中しているから一撃における貫通力が高まっている。点ですか。魔力による防御は原則として面で展開する。そういう風にして魔剣士は相手の斬撃から身を守っている。だけど体のどこに攻撃が来るのか、それが分かっているなら面じゃなくて点で防いだ方がより確実だし、攻撃の場合は刀身全体という面ではなく、相手を実際に切り裂く刃部分の点と、その反動が伝わる刀身に存在するいくつかの点、つまり魔力を帯びさせる部分を点に絞った方が一撃における貫通力が増すということさ。面ではなく点で貫通力を増す。このタイミングで思い出せるなんて。やっぱり私は私の物語の主人公で、あのお方は私がずっと見届けていきたい人。
の聖騎士が巧みな魔力防御で私の攻撃を点で防いでいるのなら、こちらも点で対抗する。それも魔力防御に振り分ける分の魔力を一点に集中して確実に一撃必殺で仕留める。守りに入った、いやカウンター狙いのようですね。ですが返すその一撃を放つことはもはやありません。貫く。やれました。危なかった。ベータ、ゼータ、イプシロンは解除した悪魔付きと、もうじき合流する。めぼしい情報はなかったけど救出はできたよ。大きな魔力集中を察知して私だけ先行したんだけど、こいつは聖騎士？そのように思えますが、改めて調査する必要があります。戦闘能力含めて明らかに普通の教団員とは異なる存在です。少々手こずらされたこともあって何の情報も引き出せなかったのは残念ですね。といったことがリンドブルムの地下施設でありました。謎の聖騎士、ディアボロス教団とは異なる者たちの存在が今後の調査で明らかになるかもしれません。ほう、ベータは設定を考えるにも凝るタイプなんだよな。昔から物語を聞いたり考えたりするのが好きだったし、シャドウガーデンとディアボロス教団、そこに謎の第三勢力の予感、うん、あるある展開。まあ当人たちにしてみれば会心のアイデアだろうし、盛り上がってるなら水を差したりしない方が良さそうだ。それにしてもシャドウ様の教えがなければ即死でした。我が影の英知で九死に一生を得たようだな。はい、シャドウ様。ベータは本当に僕を持ち上げてくれるな。まあ魔力を点に集中するのがこの世界においては目新しい発想かどうかはわからないんだけどね。転生前、昔に見たアニメの点で発動したバリアを攻守に生かすシーンからイメージしたことはもちろん内緒だ。ところでベータ、アルファに頼まれてた仕事の締め切り間に合ったの？え？あれはそのまあぼちぼちこれからも続く感じでして。ん？何をそんなに恥ずかしがってるの？そのもう少しうまく続けられたらちゃんとお話しします。ほう、まあ気が向いたらでいいけどさ。間に合ったけど上手にはできなかったのかな。だったら無理に経過を聞くこともないか。始まったみたいね。そろそろ私も動こうかしら。